松金組とモグラによる襲撃、そして壊滅する神室町の凶霊会。かつての仲間に裏切られ命を狙われた羽村は矢上にモグラの正体を明かした。神室町組織犯罪対策課刑事黒岩、松金の命を奪ったその男はアドデック9の巨大な利権に守られている。おやっさんの葬儀は東城会の本部ってとこで営まれた。ただし参列者はごくわずか。松金組は跡目だった羽村が失踪して実質解散状態。それにおやっさんはもともと名もなき組長の一人でしかなかった。源田先生にとっておやっさんは40年来の親友だった。海藤さんは中学を出てすぐにおやっさんの組に入った。その波紋に居合わせた東は以後おやっさんを守ることを自分の役目だと考えてきた。俺たちには誰がおやっさんを死に追いやった連中かはっきりと分かっている。今必要なのはそれを裏付ける決定的な証拠だ。新谷を殺したとされる現役刑事綾部和也の裁判、その公判前整理手続きが始まっていた。そこでは一般人からなる裁判員の負担を減らすため事前に裁判の進行が打ち合わせされる。検察も弁護人もあらかじめ証拠を整理しておくのがルールだ。昔の映画やドラマのように後出しの証拠は認められない。つまり俺たちは裁判までに全てのカードを揃え、その手の内を敵に見せなければならないということだ。弾丸の線条痕は犯行の動かぬ証拠ですよ。それでも弁護側は無実を主張する気ですか？どうでしょう。弁護側に争点を量刑に絞るお考えはありますか？いえ、綾部刑事は罠にはめられたんです。あくまで無実を主張します。そうか、黒岩だったのか、モグラの正体。なるほどな。何か思い当たる節でも？ああ、関係ないかもしんねえが、昔小耳に挟んだ話がある。ん？黒岩がまだ駆け出しだった頃、その指導役だった先輩警官が東城街のヤクザに便宜を図ってやってた。見返りは金と女。神室町じゃよくいる汚職警官の一人よ。だがその警官はある時ビルから飛び降りた。逮捕直前だったんだ。正義感のある同僚から密告されてな。もしかしてその密告した同僚が黒岩？いや、密告者は同じ頃に首を吊った姿で発見された。え、そっちも自殺ですか？なんだそれ。その首吊りには他殺の可能性もあったらしい。もしかしたら誰かが密告者にけじめをつけたのかもな。そして腐った先輩警官の地盤を引き継いでさらに腐った警官が誕生したってわけだ。そいつはヤクザを利用しまくって今じゃどえらい検挙率のスーパー刑事でもある。黒岩がそうだって言いたいのか？思い当たる節を聞かれたから話しただけだよ。
今日はここで別れよう。俺とイチャ、星野君まで危なくなる。大丈夫ですよ、そんな子供じゃあるまいし。分かってる。でも今日はここまで。そうですか。じゃあ。八神さん。どうもこの建物は監視されているようですね。記者が張り込んでいる時と同じ匂いがします。あんたにそんなのわかんのか。何かと鼻は利く方ですから。何のよ。梶平会長のお使いでしてね、八神さんの調査報告が欲しいとのことです。本丸院が焼けて塩屋さんも亡くなりました。会長は何がどうなってるのか詳しく知りたがっています。だろうね。なるほど。モグラの正体は現役の刑事でしたか。全部今あなたの言った通りなら、アドデックナインの周りは死体だらけですね。正野に殺された入院患者に寺沢恵美、センター副所長の橋木、新谷弁護士、どれも結局はアドデック9の人体実験に行き着く。しかし証拠がなければよくできた仮説でしかありません。あんたに言われなくても分かってる。お話は受けたまわりましたが、会長はとにかく八神さんと直接お目にかかりたいとの仰せです。調査の報告なら今ので全部だよ。でしたら会長に直接そう言ってください。私はただの使いですから。嫌だと言ったら。あの人は別に敵じゃありませんよ。それに我々の耳に入ってこないような情報を持ってる可能性だってある。せいぜい利用してやったらいいんです。ついでに私の顔も立ててもらえたら。ふん。これからお越しいただけますか。海藤さんもご一緒に。先日打たれた傷ももう良さそうですしね。まったくよくご存知で。ではこの後海藤さんと神室菊野屋へお願いします。菊野屋。松金組長が贔屓にしていましたね。梶平会長もです。では。おお、コーヒー入れるぞ。飲むか。いいよ、無理すんなよ。もう大丈夫だって。遠慮すんな。ああ、それよりさっき服部に声かけられた。あの雑誌記者か。梶平会長が俺らを呼んでるってさ。聞いた噂じゃよ、梶平の会長は今相当まずい立場だぜ。ん？教令会の小場会長に詰められてんだ。若頭の塩屋が目えぐられたろ。梶平が神室町に連れてこなきゃそうはならなかったかもな。神室町で若い衆が何人も殺されて、とどめは若頭だ。小場会長も堪忍袋の尾が切れたってとこだろう。梶平のじいさん、俺らもそこに巻き込む気とか。さあな。実際どうかは行ってみりゃわかる。カイトさんも行ってくれんの。ああ、毎晩黒岩に張り付いてんのに何も進んでねえんだ。何か他に手がねえか考えてたとこでよ。親父の敵討つ足しになんなら何だって試してやる。だな。行くぞ。もう菊の屋に行くのか。
よし。時間食っちゃったよ。どちらまで行かれますか？それでは。よう来たな、お前ら。待っとったわ。お久しぶりで。松金の組長さんは気の毒やったな。ええ。組長さんに献杯や。梶浦会長、もうアドデックナインの話はあらかた。ああ、この服部さんから聞いた。3年前の人体実験から味噌ついとったっちゅうことやろ。あんたらよそんなんつかんだ。大したもんや。大久保新平のことも聞いたわ。あんたが話した殺人鬼、ほんまは恋人やっとらんかったんやて。ええ、正野というアドデックナインの開発者が寺沢恵美を。それはどうでしょう。まだはっきりした証拠はないんですよね。あったら今頃あんたに土下座させてるよ。わしの前で喧嘩すなや。年寄りを困らせる機会な。しかし王子さん、わざわざ俺ら呼びつけなくても大体の話はもう分かってんだろ。本当は何の用なんだ。見た目より鋭いな。実は困っとるんや。何が？教令会の小馬会長からせっつかれとる。モグラを始末せえ言うてな。塩屋は教令会の後目やった。それが目えぐられて殺されたんや。無理ないわ。それで？あんたらでモグラを始末できんか。黒岩っちゅうデカなんやろ。アホか。殺し屋じゃねえぞ俺らは。あんたらの腕を見込んでのこと。どうや、金ならうんと弾むで。まあ他に用がなければこれで。ああ、わかったわかった。冗談やって。まあ教令会にせっつかれとるのはほんまやけど。半分は本気だったわけですか。あんたらを呼んだほんまの目的はな、はしきの代わりに礼を言うためや。ん？アホが酔っ払うて喧嘩で死んだなんざ言われて、あいつもさぞ無念やったよ。しゃけどその嘘をあんた見抜いてくれたんや。あとは証拠を見つけてアドデックナイン潰したらあいつも報われるっちゅうもんや。ついでにあんたの1000億も回収できる。そっちが本音でしょ。興味ないですけど。八神さんはこの先どう動くおつもりですか？もうすぐ綾部の裁判が始まるだろう。俺たちはその場を借りて真犯人の犯行を立証する。それは同時にアドデックナインの真相を暴くことでもある。ほう。そうなれば大久保の死刑も。なるほど。でもまだそこまでの証拠はないと。違いますか？違わないよ。羽村にも消えられたままだし。ほなどないするんや。黒岩を追うつもりです。失
ープをつかむまで張り付いてる。ほんで奴がボロ出すまで待つんか。そんな生優しい相手やないやろ。分かってます。時間はかかるでしょうが、やるしかない。そない悠長なこと言うてられんぞ。どういう意味ですか。大久保新平はもうすぐ死刑執行になる。え、わしもつてを使うて調べさせた。実はな、次に処刑される死刑囚が誰かいう極秘の候補者リストがあるんや。そこに大久保が入っとったらしい。あとは法務大臣がサインしたらそれまでや。なんでそんな。どっからか大久保をリストに入れるように圧力がかかっとったらしいな。くそ。じゃあ早く何とかしないと。取り返しが。こんな時もし私なら、黒岩よりもっと切り崩しやすい相手を選びますね。切り崩しやすい相手？これを見てください。以前ボツになった私の記事です。これ全部木戸のことか。この人の女好きは有名でしてね、アドデックナインの発表からはタガが外れたと言いますか、肩書きを外せばどこに出しても恥ずかしい俗物です。的は黒岩ではなく彼にすべきでは。センターに会いに行っても俺らじゃ門前払いにされるよ。八神さんがご自分で近づこうとするからですよ。守りの固い獲物はまず巣からおびき出しませんと。どうやって。美味しそうな餌をちらつかせるんですよ。木戸にとってそれは女です。それもとびっきりの美女。美女？妙なやつからヒントを出されたな。ああ、でも確かに軌道を絞れば何か出てくる可能性はある。アドデックナインの裏を暴くような物証が。まずはセンターから軌道を引きずり出さねえとな。色仕掛けでカムロ町に誘い出す。ハニートラップか。となると、沙織さんには明日俺が頼みに行く。なら今夜はここまでか。わかった。じゃあな。
八神さん。ええ。またな。しばらく寝とけっての。楽しかったでござるよ。
ヨガミさん。なあ、だねえな。かかってこい。
では。
ああ。やめときなって。Ha ha ha ha.